皆さんよかったらお休み前に見ていってください、配信。こんばんは、おつわか、おつわか、公演ありがとうございました。当日券で来てくださった方も本当にありがとうございました。皆さんの存在が本当に大きいなって最近改めてすごく感じています。本当にありがとうございます。みん、あの、来てくださる方がいないと私たちはステージに立てないので、なんかすごいありがたいなってすごい思います。もっとたくさんの方に来ていただけるような公演をね、みんなで作っていくので、私たちに会いに来てください。次は28日なのでね、土曜日かな、私は出ないんですけど、出れないんですけど、皆さんよかったら休憩生のみんなに会いに行ってください。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日はね、ナンバー新しい夜明け大作戦ということで、秋の味覚がテーマなんですけど、秋の味覚、秋の味覚はね、もう和歌は一択です。お芋です。お芋、もう芋がほんまに大好きなんですよ。もうファンの方でモバイルメールとか取ってくださってる方は結構わかる方もいると思うんですけど、もうお芋スイーツがほんまに大好きで、そう、今は芋シーズンじゃないですか。だからもうお芋スイーツを探し求めてます。ね、お芋大好き。ドンキの焼き芋ね、食べたことないよ実は。お芋好きやのに、お芋好き資格かな。お芋、ドンキの焼き芋美味しいって言うよね。わかはね、あのお家で紅はるかっていうお芋があるんやけど、お芋家で焼いて食べる、いつも。めっちゃ甘くて美味しいんよ、お芋ほんまに好き。あと芋のブリュレのやつとかめっちゃ好き。四角やんって言われてる。そう、いつもドンキの芋にするかココイチにするかとか悩むんですよ。あの難波のね、あそこの周辺の何にするかっていう、こうみんなで話して、あーどうするどうするみたいななって、結局違うのいっちゃうから食べたことないんよ。そう、家のね、家で焼く焼き芋、冷やし焼きも食べたことある、美味しいよね。セブンのお弁当箱に全部芋詰めよう。めっちゃおもろい。それは飽きるよ、それはさすがに。お芋全部は、屋台の焼き芋美味しいよな。ドンキの焼き芋はマジで食べてほしい、ほんまに食べたい芋。ちょっとじゃあ今度食べに行こう。スタバのやつ飲んだよ、美味しかっためっちゃ。でもあのブー、今やってるやつめっちゃ美味しい、あの黒いやつ。あとね、わか、あのブーのやつも好きやねんけど、スタバのあのかぼちゃのバスクチーズケーキがもう美味しすぎて、今それにめちゃくちゃハマってる。もう芋じゃないんやけど、かぼちゃ、まあ、かぼちゃも芋に入る、わかの中では。もうめっちゃ好きで、え、ゴンちゃんの芋飲めてないねん、それが。そう、ずっと飲みたくて、え、もう終わっちゃう、終わっちゃうよな多分。ゴンちゃん飲みに行きたいねんけど、なんか行く機会逃して全然行けてないよね。行きたい、ブー美味しいよな。公園楽しかった、ありがとう。ワンちゃんも芋食べてる、ワンちゃんも芋食べてるよ。でも若の方がなんか芋って感じ、芋がめっちゃ好き。かぼちゃ、芋タコ南京が好きなんです、私は。芋タコ南京、イカも好き、イカタコエビ
の三大海鮮、芋の話から海鮮の話になってるけど、そう、芋、お芋と海鮮大好き。そう、ファミリーマートのあのかぼちゃのスフレの下にかぼちゃプリンのやつめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。あれも豚汁に入ってるさつまいも美味しい。わかる、めっちゃ美味しいよな。他も豚汁はさつまいもがないとあかんと思ってる。もうさつまいもありきの豚汁美味しいよな。めちゃくちゃわかる。あ、お芋の天ぷらわかる。お芋の天ぷら大好き。他もうどん屋さんとか行ったら絶対お芋の天ぷら頼むもん。大好き、お芋の天ぷら。茨城県から見てます。茨城はさつまいも有名です。干し芋も有名です。茨城県行きたい、行きたいよ。お芋、干し芋かも大好き。一時期干し芋めっちゃハマって干し芋ばっかり食べてた時あった。なんかいろんなさ、コンビニとかでもさ、あの干し芋売ってるやん結構。なんかそれでどこのが一番おいしいとかめっちゃ友達とやったりしてたな。懐かしい。高校生の時ほんまに干し芋大好きやった。最近食べれてないから食べたいな。ねえ、よしみん今日朝ねすごいさつまいもね揚げてたよね。お芋、やっぱ秋はお芋ですよね。あ、芋羊羹いいね。いや、お芋はもう何でも美味しい。もう全部美味しい、お芋が入ってれば。昨日はあのお味噌汁の中にじゃがいもが入ってて美味しすぎた。もうやっぱじゃがいもも美味しいよね。じゃがいもも芋、さつまいもも芋、かぼちゃも芋。え、みっこうや、え、わかも大好き。みっこうや美味しいよね。中崎町のわかもめっちゃ好きよ。お芋、あのパフェめっちゃ美味しい。皆さんぜひ行ってみてください。お芋や、お芋のスイーツが売ってるとあのカフェがあるんですよ。中崎町にもあるし、最近あの梅田のヘップの前にもある。めっちゃ美味しい。芋配信すぎて笑う。芋をひたすら語るみたいな。そう、ほんまに美味しい。辛い。そうね、あの坂本玲央ちゃんがさつまいもめっちゃ好きなんですよ。で、若もめっちゃ芋好きやから、あの今度お芋スイーツを食べに行こうって約束をしてるんですよ。でももうあの終わっちゃうじゃないですか、期間が。だから早く行こう早く行こうって言って言ってます。いやー、でもやっぱ秋といえば芋よな。かも芋大好き。皆さんなんかおすすめの芋スイーツとかお芋とかあったら教えてください、ぜひ、ね、皆さんみっこやいっぱい知ってる。美味しいよね。アンジュさんも好きなの？え、それはお話ししたい、ぜひとも。初知りや。え、そう、アンジュさんで、あの全然話変わるんですけど、7期生さんが We アイドル公演されてたじゃないですか。でも私もアーカイブでね、あのやっと見れたんですけど、そのもう We アイドル公演の感想もめちゃくちゃもうあって、もう話足りないぐらいあるんですけど、一旦ちょっとそれは置いといて、あのそれよりあの坂本玲央ちゃんにまた戻るんですけど、坂本玲央ちゃんがあのツイッターになんか「We'll be アイドル公演行きました」みたいな、あの何メンバー表とあの公演名書いてるあの劇場前に貼ってあるやつあるじゃないですか。あの写真にその日付が書いてあって、その日付を見て、えってなって、わかその日入ってたってなって、写真見返したら本当にその日の写真があったんですよ。でもめちゃくちゃびっくりして、そう
私レイオンと同じ日に公園に入ってたんです。あの9月7日シオンさんの初日だったそうですね、だったそうですねてかだったみたいで、私もこう何回か入ってたから、あのこの日この日っていうのはなかなか思い出せなかったんですけど、シオンさんの初日っていうのでピンってきて、えみたいな、オカも入ってたってなって、レイオンにすぐに LINE しました。そうびっくり、すごくないこれって、加入前にレイオンと会ってたね。ちょっと今度席も聞いとこうと思って、どこの辺に座ってたって思って、私はあの女性エリアに座ってました。女性エリア、あの若の記憶では島席の前から3列目やったかな。そう運命よな、レイオン。そうなのよ、9月7日そう行ってて、席近かったら笑うよねこれで前後とかやったら。そうでもあの若も制服でその日行っててあの制服の方が他にもいるなっていうのは覚えてるんよ、記憶にあって。だからもしもレイオンが制服で行ってたなら、あの時に見たあの子かもしれないみたいな。いやすごいですよね、こんなこともあるんやって人生で、こんな加入前に同じ公園に入ってたなんて同期と、おもろすぎん。ねえ、そうびっくりびっくりびっくり、すごいよね。そうツイートあのしようって思ってそのびっくりした時に、でもレイオンにあの直接メールすることにも気を取られすぎてツイートするの忘れてました。だから今ここで、そう、いやそうなんです、私は学校帰りに友達と行ったんですけどね、懐かしい。いやでも本当にもうウィルビーアイドル公演大好きだったので、また見れてめちゃくちゃ嬉しかったです、ね、もう1曲目からわーってめっちゃ鳥肌が立ちました。すごかったです、ほんまに可愛くて、もう何回でも見れます。なんかフーアさんの夢でキスミーがもうめちゃくちゃ好きで、そうふわさんめっちゃ生歌上手すぎて、いやほんまに歌すごいね、1曲目のね、ほんまにラブ修行もあの研究生の時の衣装で着られてて、うわーってなって、若も生で見たかったって思って、でも7期生さんの本当に初期から好きだったファンの皆さんとかやったら泣いちゃいますよね。ね、絶対。確かにね。もういつか若たちもなんか世代交代前夜公演やってエモいみたいな言われる日が来るんかな。まだまだ始まったばっかりですけど。ね、そう超絶可愛いさんの好きなんだもん、えっ僕もそれもうめっちゃ湧きました、えっってなって、好きなんだって、しかもね超絶可愛いさんのあのハッシュタグってやつもうめっちゃ好きやったから嬉しすぎて、ね、いやもう客席で見たかったですほんまに。 いいですね本当に。私はね、7期生さんの公演はあの若にゃんさん推しで入ってました、隅の若菜さん。隅の若菜さんねえ、5回もめっちゃね、若菜さんと愛香さんの5回もめっちゃすごかった。なんかもう曲の表現とかもめっちゃ、何お二人とも表現がめっちゃ上手で、めっちゃもう見入ってました。はあってオタク赤たん出てました。ほんまにどうしよう、こん何年後かに世代交代前夜公演もう一回やるってなったら動くかな体。今でもみたいな感じなのに。
カニャンさんすごいよね本当に。じゃあ表情とかめっちゃすごかったです。いや皆さんでもほんまに歌めっちゃ上手でダンスも上手で可愛くてもうキラキラされてて、どこら辺からきつくなるの世代交代前夜公演。もう初めの3曲が一番私的には体力的にはやばいですあの3曲を連続でやるのが結構一番こう難関というか初めのあの山場です。なんか逆にあっこを乗り越えたらもうなんやろあのあとは全然なんやろもうしんどいを超えるっていうかもう持久走でいうデッドゾーンを超えて無限に走れる状態みたいな感じですね、そうみんないつもだからあの3曲終わりのあのジェネレーションチェンジ命のへそ思春期のアドレナリンの3曲を続けて聞いていただきましたのこの文章がみんな一番多分しんどいと思いますみたいな今日もみそらがめっちゃハーハーなってて、いやそうよなって思いながら若も あそこを言うのがね本当に大変なんですよ実はいやほんまに無敵状態です。その3曲終わったらもはや、あ不毛はね結構しんどい、いやもちろんしんどいんですけど、なんやろなんかもう無限に入ってるんですよ、無限状態なんですそう息とかもねそう上がるけどやっぱりアドレナリンがでも一番あれなんかなこう飛んだりとかするからちょっとアクロバティックな振りが多いからちょっと結構体力取るあの食われるね。あそうアキラ先生そう昨日誕生日ねおめでとうございます見てないと思うけど遊びに来てありがとう。そう旅箱やばいね、あの感想の2人のペアのところがやばいです。特になんかもう空中時間空中で飛んでる時間の方が長いんちゃうかって思ってます今日は誕生日でおめでとうおめでとうございますいやほんまに浮遊してますいや皆さん本当に9期生世代交代前夜公演見に来てください、もう遊びに来てくださいぜひ、もう全力の元気な9期生が待っているので、いや本当にセットリストも紙セットリなのでねユニットシャッフルねいつかあるかな、みんなしたいしたいって言ってますみんな来てください、遊びに来てください、待ってます。そうなのよね、次の公演も出たかったんやけど、そうなのよ、ぜひ皆さん28日、次は28日です。そうやな、確かに世代交代で最近姉妹揃う日あんまりないよね、お互いねあんま被らないよね。流れ星懐かしいな、2人で青原姉妹で流れ星したの奇跡の第1回1回限りで終わってる。またいつかしたいな流れ星もねえ。今週の日曜日は幕張で握手会もあるので会える皆さん楽しみにしてますオンラインお話し会はまだ申し込みあるので
これから皆さんぜひよかったらお話ししましょう。楽しみすぎる、久しぶりの握手会やから楽しみすぎるよ。早くみんなとお話ししたい。初めての個別握手会やからめっちゃドキドキする。みんな早く会いたいよ。ねえ、もうなんか対面イベントとオンラインお話し会ほんまに大好きやから、ワクワクしてる。あ、10時受付言ってくださってる。10月26日から27日だそうです。皆さん楽しみ。でも一人のご連ってどんな感じなんやろ。初めてやからめっちゃ緊張するわ。どんな感じなんやろ。この前は3人で難波式でこう3人やったから、そうあれやったんやけど、今回から一人やからね。いやでも全然緊張しないで皆さん来てくださいね。もういっぱいお話ししましょう。隣のレーン並んでても気にしないでください。わ、めっちゃ見よう、めっちゃ見つけるよ。わかもう、うわ浮気してるって。まだお話し会帰るよ。26日からです。皆さんぜひね、写メ会も握手会も楽しみ。もう服装も決めたのでバッチリ。いや緊張するよね。でも僕も緊張、ちょっと緊張する。え、どんな感じなんやろね、ほんまにドキドキするな。ま、金曜日じゃないわ、日曜日あっという間なんやろな。今日火曜日やけど、あと水木金土、あと5日やって、やば、もうすぐやん。わー楽しみすぎる、ね、楽しみだな。ツインの部いじり倒すやめてよ。大阪の握手会は私ツインの日があるんですよ。高めツイン想像できますか皆さん。やばいよ。皆さん楽しみましょうね、一緒にリアルイベントもオンラインお話し会も世代交代前夜公演も。世代交代前夜公演土曜日のに行った方はね、土日と会えるかもしれないのでね。次の公演は28までしかまだ出てないのかな。他の日出てるのかな。今何日まで出てるんやろ公式で。あ、31も出てるのか。そう、31はね出れないんですよ。あ、だから今日が最後やったのか。他10月、そっか、悲しい。10月最後やったのか。じゃあ11月だ、次出るのは。私は皆さんぜひ9期生公演に足を運んでください。お願いします。今日はお弁当のねMC をしたんですよ。12 MC でお弁当の中の具材は何って、皆さん私何だと思いますか。お弁当の中の具材といえば何だと思いますか。これ考えるのめっちゃ楽しかった。バターアイス。バターアイス、大学芋、芋好きやから。なんですかね。卵焼き、芋。みんな芋に引っ張られてる。おお。玉がけ、ウィンナー、小籠包、唐揚げやろ、ミニトマト、タコさんウィンナー、おお、いっぱい。そう、9期生が出した答え
わかこよりんが言ってくれたんかな、あのお弁当箱らしいです。私中身じゃなくてお弁当箱お弁当箱を、ね、お弁当箱って言ってくれました。そう、その理由がね、なんかみんなを包み込んでくれるみたいな言ってくれて、ちょっと嬉しくてもう泣きそうでしたそう、唐揚げはそう、さゆきが、さゆさゆが唐揚げって言ってて、そう中身そうなし、そうみんな面白かったですよ。結構な納得っていうか、味噌は若はふりかけって言ったんですけど、いやふりかけやなと思ってほんまにでも最終的に若は味噌のことをふりかけって言ったんですけど、お米が出てこなかったっていう、米ないやんっていう天のは梅干しだね、梅干し、天のはコロは怒られんでそう、最終的にメンバーは米って出なかったので、お米はファンの皆さんっていう、そうレイポンさすがですそう、お米は会場の皆さん、そうメンバーからは出なかったですそうなのでみんなでお弁当箱になりましょうさすがです本当にゆうみさんは作ってるお母さん、確かに作る人もいるからね。いや9期生全員のお弁当を考えたいね。今度のナンバー新しいわけ大作戦、こう自分が考えたみんなのお弁当の具材とか面白そうやな。17人何か考えてみた。お弁当じゃなくてなんか他のでも面白そう。そういう系やったことないな。いい案が出た。昆布、昆布誰やろ。昆布って難しいな。何やろ。若たん割烹着って読むの似合いそう。ほんまになんかやそういうのしてそう、シェフみたいな今何時やろ、今何分ですか皆さん。30分かな、29分。あやみは卵焼きです。あみたんはミニグラタン。そう、ゆきのんはもちろんエビですよねゆきのんはもちろんエビです。ちょっとじゃあもっと話したいんですけど、ギフトを読んでいきたいと思います。早いですね、30分、早い本当に。タックさん、お化けありがとう。野原しんのすけのすけさん、コウモリありがとう。ハートもありがとう。アルダさん、お菓子ありがとう。野原しんのすけのすけさん、お菓子ありがとう。アルダさん、帽子ありがとう。ゴットちゃん、お菓子ありがとう。まさしさん、ハートありがとう。けんちゃん、お菓子ありがとう。まさしさん、ハートありがとう。アルダさん、リンボスターありがとう。よもくん、リンボスターありがとう。ケイさん、だるまありがとう。おやまさん、バラありがとう。ゴットちゃん、コウモリありがとう。つよぽんさん、コウモリとだるまありがとう。山田ライカムービースターさん、拍手ありがとう。つよぽんさん、だるまありがとう。ルイさん、ハートありがとう。アルダさん、コウモリありがとう。ハートもありがとう。清文さん、ハートありがとう。まさしさん、ハートありがとう。アルダさん、ハートありがとう。ナルマーさん、お菓子ありがとう。ケイタン、ハートありがとう。アルダさん、コウモリありがとう。へそだぬきさん、ハートありがとう。坂口ちゃん、レインボースターありがとう。高政さん、コウモリありがとう。ケンちゃん、ハートありがとう。高政さん、バラありがとう。野原しんのすけのすけさん、レインボースターありがとう。まさやさん、お菓子ありがとう。なるまさん、ハートありがとう。トラさん、ハートありがとう。まさしさん、ハートありがとう。高政さん、ハートありがとう。さやかさん、さやかちゃん、タコありがとう。高政さん、ハートありがとう。山田ライカムービースターさん、
花束ありがとう、ケイちゃんグッドグッドありがとう、皆さんありがとうございます。読めたかな、皆さんありがとうございました。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、まさしさんありがとう、ありがとうございます。12位、こちゃんさん、こちゃんありがとう、カムサムリだー、ありがとう。11位、ゴッドちゃんありがとう、ありがとうございます。10位、じゅんいちありがとう、ありがとうございます。9位、よもくんありがとうございます。8位、おやまさんありがとうございます。7位、さかぐっちゃんありがとうございます。そして6位、ちおぽんさんありがとうございます。そして5位、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。そして4位、ハートさんありがとうございます。そして3位、アルダさんありがとうございます。そして第2位は二郎さんありがとうございます。そして第1位はドゥルルルドゥン、けんちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございます。あ、ちょっと一瞬で順位が変わっちゃった。読めてるかな、読めたかな、大丈夫かな、呼ばれてない方いますか、大丈夫ですか、いたら教えてください。うわ待って、明日の朝晩担当やばい、もう本当に毎回ごめんなさい、ちょっと一瞬一瞬じゃあ 見ますね、ごめんなさい、せーの、はい、ただいまです。明日の朝配信はほのぴーです、西田ほのかちゃんです。皆さんよかったら見てください、ほのぴーの配信に遊びに行ってくださいね。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。誰か男女2人乗った、ほんまに男女、待ってね、見るね、2位ジローさんありがとうございます、読んだかな。3位アルダさんありがとうございます、読んで合ってるかな、さっき読ん、高政さん。13位高政さんありがとうございます。じゃあ13位か、合ってるか、高政さんありがとうございます。他の方は読んだかな、読めた、大丈夫かな。皆さんありがとうございました、夜遅くまで本当に起きてくださってありがとうございます。じゃあまた明日ほのぴーの配信と皆さん見に行ってください。本当に今日公演配信で見てくださった方も、劇場に来てくださった皆さんも、当日券で来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。今日はちょっとルームスはちょっと多分12時回っちゃうので、やり始めたら止まらないので、また今度します。じゃあ次皆さんに会えるのは幕張メッセかな。じゃあ皆さんまた会えるのを楽しみにしてますね。じゃあおやすみなさーい。あ、ギフト投げてくださった方が、これはなんていうもんだ、むたけしさん、コウモリとハートありがとう。じゃあ皆さんおやすみなさーい、バイバーイ、ありがとう見に来てくれて、ゆっくり休んでくださいね。じゃあね、おやすみ、またねー。